車いたしましたターミナルビルを後にいたしまして、これより北上多摩川まで参ります。はい、本日の最終バスでございますけれども、実は8月15日、本日はですね、こちらのシャトルバスも最終となります。最終日でございます。記念すべきこの最終日にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。まあ、1ヶ月間ということで、こちらの浄土ヶ浜の方に参りまして、このボンネットバスですね、皆様をお乗せいたしまして、シャトルバスとしてご案内をさせていただいてました。本日をもちましての終了ということになります。はい、そしてその最終日の最終便、ただいま出発いたしました。こちらの方ですね、曲がりくねった道を下がってまいりました。下り切ったところが北浄土ヶ浜となります。帰りのバスですけれども、もちろん最終となります。一応45分の出発とはなっておりますけれども、ただですね、本日は午後いっぱいずっともう見切り発車が続いております。定員はこちら40名様となっております。40名様になりましたところで、時間を待たず出発いたしますので、どうぞご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。ということで、さて、まもなくですね、カーブいたしまして、右手の方にはマリンハウスが見えてまいります。こちらが中野浜と申します。先ほど出発いたしましたターミナルビルのところからは、ずっと遊歩道がこちらの方通りまして、これから参ります北浄土ヶ浜まで海の飛ばしバスを遊歩道が通っております。こちら波の音を聞きながら、そして潮の香りを楽しみながら、参加するも中野浜はまた浜なすの咲く所としても知られております。例えば右手に崖が見えておりますが、その上には、今吾妻山が見えてございます。こちらがお台場の展望台となっております。浄土ヶ浜を立体的にご覧いただくことができる場所でございます。明治の頃にはこちらにですね、大台場がございまして、戊辰戦争の時、お給仕する馬術の軍艦目がけて開戦が大砲を打ち込んだという場所にもなっております。さて、こちらご覧いただきましょう。浄土ヶ浜が静かにこの姿を横たえております。こちら海水浴場にもなっております。今が絶景のビューポイントとなります。ご覧くださいませ。はい、午後になりまして、この時間になりましたら大変静かになってまいりました。浄土ヶ浜、5200万年前の白亜紀の時代に形成されました。こちらは八海山でございます。白い岩肌は石英素面山と申します。この静かな入り江を作っているところから、海水浴場、こちらの海水浴場は大体夏が穏やかで、水が清らか、透明度が非常に高いということから、日本の海水浴場、ここが良い水族館での海水浴場です。1つ100点の中の1つ、その中の、さらに特典12点の1つに数えられているものでございます。この他にも、この浄土ヶ浜の水は日本の波が100点、マルチ通信100点、日本の砂粒青木100点の中の1つにも選ばれているものでございます。はい、大きく回りましたところ、表面には浄土ヶ浜が見えております。赤松をいただいておりますが、この赤松は南部赤松と申しまして、岩手県の県木に指定されております。この名前の本ですが、今から300年の昔、宮古の両安寺というお寺の7代目蓮清和尚がこの浜に杖をし、その美しさに見とれて、極楽浄土も核のもとにと言ったことから、浄土ヶ浜と名付けられたと言われております。今から300年も昔のことですので、当時の浄土ヶ浜は神秘なまでに自然そのままの姿を残されていたものと思われます。国立公園審議会長を取りました下村海南博士もこの浜をご覧になりまして、赤夏を探せる島は痕跡の、海にほとせり真っ白く影を、このように感動して歌っております。お待たせいたしました、北浄土ヶ浜に到着でございます。お降りの際はどうぞ足元にお気をつけくださいませ。